ノーマンビー公、フィップス家の紋章のエスカッシャン部分のノーマンビー、公爵は、イギリスの公爵位。二度創設されており、一期目は、第三代マルグレーブ伯爵ジョン・シェフィールドが1694年に、イングランド貴族爵位として上されたものだが、二代で、廃絶した。現存する二期目は、第二代マルグレーブ伯爵コンスタンティン・フィップスが1838年に、 連合王国貴族爵位として上されたものである。第三代マルグレーブ伯爵ジョン・シェフィールドが1694年5月10日にイングランド貴族爵位カウンティオブ・リンパンのノーマンビー公爵に除せられたのがノーマンビー公の最初の創設である。彼はさらに1703年3月23日にはバッキンガム及びノーマンビー公に除せられたのでノーマンビー公爵位は その従属爵位となった。しかしその子である二代バッキンガムノーマンビー公、エドマンド・シェフィールドが継承者なく指揮をしたため、爵位は廃絶している。初代ノーマンビー公コンスタンティン・ヘンリー・フィップス現在のノーマンビー公爵家であるフィップス家が貴族に劣したのは、コンスタンティン・フィップスが1767年9月3日にアイルランド貴族、 カウンティオブ・ウェックスフォードのニューロスのマルグレーブ男爵に、女性られたのに始まる。ナオコのコンスタンティン・フィップスの母方の、祖母キャサリン・セドリーは、再婚で、初代バッキンガム・ノーマン・ビーコー・ジョン・シェフィールドと結婚し、その間に2代バッキンガム・ノーマン・ビーコー・エドマンドを、設けており、この遠籍関係からフィップス家が、 マルグレーブ伯爵やノーマンビー公爵など、シェフィールド家由来の爵位を上されたものとみられる。初代マルグレーブ男爵の、長男コンスタンティン・ジョン・フィップスは、王立海軍軍人として7年戦争に従軍した、後、政界に転じて、ホイック党、ついでトーリー党の庶民議員として活躍した。1775年に、第二代ニューロスのマルグレーブ男爵位を就職し、 さらに1790年7月7日に、グレートブリテン貴族、カウンティオブ、ヨークのマルグレーブのマルグレーブ男爵に除され、貴族院議員に列した。しかし彼には男子がなかったため、彼の死と共に、同爵位は消滅している。その後、初代男爵の次男ヘンリー・フィップスが、第三代ニューロスのマルグレーブ男爵位を継承した。彼は、陸軍軍人として、 アメリカ独立戦争に従軍した後、トーリー党の庶民議員として活躍し、1794年8月13日に、改めてグレートブリテン貴族爵位カウンティオブ、ヨークのマルグレーブのマルグレーブ男爵に助せられ、貴族院議員に列した。彼は、その後トーリー党政権下で、外務大臣や海軍大臣などの閣僚職を、歴任し、1812年9月7日に、 カウンティ・オブ・ヨークのマルグレーブ伯爵とカウンティ・オブ・ヨークのノーマン・ビーのノーマン・ビー子爵に助せられた。初代マルグレーブ伯の死後、その長男コンスタンティン・ヘンリー・フィップスが第二代マルグレーブ伯爵位を継承した。彼は、トーリー党、あと保育党の政治家として活躍し、ジャマイカ総督、王子少書、アイルランド総督、陸軍、植民地大臣、 内務大臣などを歴任した。そして1838年6月25日には、カウンティオブ、ヨークのノーマンビーのノーマンビー公爵に助せられた。初代、ノーマンビー公の死後、その長男、ジョージ・フィップスが、第2代ノーマンビー公爵位を継承した。彼は、就職前に自由党の政治家として活躍し、その後、ノバスコシア、クイーンズランド、 ニュージーランド、ビクトリアなどの総督職を歴任した。現在の当主はその彦である5代、ノーマンビー公、コンスタンティン・エドムンド・オルター・フィップスである。現当主である、第5代ノーマンビー公爵コンスタンティン・フィップスは、以下の爵位を有する。詳細は、バッキンガム・ノーマンビー公爵を参照。法廷推定相続人は、現当主の長男マルグレイブ伯爵。 ジョン・サミュエル・コンスタンティン・フィップス、ありがとうございます。